どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いやー、とんでもないニュースがちょっと入ってきたんでね、これをしっかり今日はお伝えしなければいけないなと思いまして撮っております。なんと、旭化成村山健太選手が、ニューヨークシティハーフマラソンエントリーいたしまして、61分を切る好走を見せたというところでですね、今日はニューヨークシティハーフマラソン、こちらを語ってみたいなと思っております。まあ、日本からはね、旭化成の村山健太選手、そして昨年秋にありましたアゲオハーフで優勝、そして2位に入りました武田凛太郎選手、そして上田健太選手がエントリー。もう海外のね、強豪相手にですね、どこまでこの日本人パワー見せてくれるのかなというところでね、多いこのね、注目集まったんですけれども、いやー、ほんとね、優勝したのがリデサ選手。昨年ね、リオデジャネイロオリンピックでは銀メダル、取りました。2位に入ったのがカルム・ホーキンス選手。先日の丸亀ハーフで優勝したホーキンス選手が2位に入っていると。で、まあ、それには負けてしまったんですけれども、5位に、村山健太選手が1時間00:57秒でゴールと。いや、本当、村山健太選手、上げてきてますよね。まあ、大会出てなかったんで、ちょっと動向といいますか、調子が分からなかったんですけれども、しっかりと仕上げてきている。まあ、ニューイヤー駅伝でも、まあ、5区走って、あの時、青梅30キロで日本人2位に入った押川選手とか、そして、サブ10やったね、東京マラソンで山本博樹選手を抑えての、区間賞を取ってますんで、しっかりとこちらも力つけてきている。まあ、今年はね、おそらく、アプローチ的にはトラックなのかなっていうふうに思ってはいたんですけれども、ロードでもしっかりとね、力があるところをね、こちらは見せてきております。いやー、まあ、世界陸上はね、おそらくトラックで、弟の村山浩太選手とね、アプローチしていくんじゃないかなと思うんですけれども、次のね、アジア大会であったり、それでまたその次の、世界陸上、そして東京オリンピックへは、ロードでね、村山健太選手の力を、見せていただきたいなと思っております。まあ、他のね、日本人選手の記録を見ますと、まあ、もうちょっとね、っていうところはね、やっぱあったんですけれども、まあ、こちら経験になりますんで、村山健太選手もやはり学生の時にね、こちら参加して、あの時は1時間、まあ、2分ぐらいですかね。1時間2分ぐらいで走ってるんですよね。いや、本当それ考えれば、そこからまた1分、以上ね、タイムを縮めてのゴールしてるんで、これは本当、村山健太選手のね、このロードへのアプローチ、これがね、大いにね、期待できる。まあ、村山健太選手といえばやはり昨年のね、東京マラソン。失速はしましたけどね、後半はね。いや、失速はしましたけども、やっぱ世界と戦うためには、やっぱこれくらいで突っ込んでいかなければいけないんだ。こういうね、気概を持った選手ですんでね。このハーフマラソンのラップを見ても、やっぱり入りの5キロは14分24、そして10キロは28分46秒で入ってますんでね。まあ、後半垂れてしまったのはちょっともったいないなと思ったんですけれども、やはりけど、それででも、まあ、こんなに稼いでいれば、後半ちょっと垂れてもしっかりと1時間1分切れるタイムでゴールできるんだということをね、こちら証明してますんでね。はい、こちらしっかりと頑張ってもらいたいなと思っております。次回はですね、川内優輝選手がまたまたこちら世界陸上ロンドンに向けてとんでもない、アプローチをしてくると、しているとニュースが入ってきましたので、こちらをですね、次回動画で紹介したいなと思っております。今日はこれまで、ザワチャンネルでした。